広島に、まあ、根付くこうきっかけになるかなと思っていますので、はい、本当にこうシンボルになってます。でホームで強い、それを今日も見せたいわけですね。はい、フォーメーション 3-4-2-1 という布陣です。9連戦が終わって週明けは2日間オフを選手に与え、達成しました大迫と武藤、左は2試合連続で広瀬が入ります。広島はやはり左ワイドに東、三田が内側にポジションも取りました。神戸ボールでゲームスタートです。後ろの3人の1対1ではそのデュエルとかは相当強いので、強いですね、はい、強引に武藤が行く、塩谷がつきます、大迫正面、ちょっと佐々木翔がバランスを崩しました。クリアボール拾ってミスター、大橋が左ワイドに下がります。チャンスメイク、遠いサイドを抜けてヘッド、ピンポイント大橋から中に合わせてきました。狭いところ内側取って大迫、武藤、ニアサイドに入れ、大迫だ、先制神戸ホットライン、武藤から大迫、糸を引くようなクロスがゴール前に入ってきました。いや本当おっしゃる通り糸引いてましたね。今のは大迫がちょっとピエロスブロックをします。後ろで東、大外逆サイドをつなぐ、おお、荒いゴール、追いつきました広島。すごい、これすごい、まあ、この広島らしい得点です。ハッセです。武藤が右サイド流れます。中を確認してクロスが、はい、ヘディング、マイナスの折り返し、ちょっと大迫も抜けて、一つ飛ばしてピエロス、前に大橋、横でつないできました、加藤ぶつき、あの斜めのパスが効きましたね、森崎、塩谷が入る、決まる、山口小樽、武藤、スイッチして大迫が右、よく止めた塩谷、満田、スピードアップ、横で大橋。三田打つ、ね、ミスター佐々木、ちょっと入った際にぶつかりました。そうですね、その強くコントロールです。ファールを取って加えて前半終了のホイッスルです。まあ、どのタイミングで交代させるのかというのは注目していきたいなと思います。はい、それぞれサポーター全土に向かって攻めていきます。広島ボールでキックオフされました。佐々木翔、松本大志が少し背後を狙いかけましたが、佐々木の折り返し、うん、前がブロックをしながら塩谷マイボールにします。新井が打ちに行く、リフレクション、遠目からでも新井は狙ったことでチャンスになりました。重なりながら入ってきます。神戸、トゥーレル、大木原が、おお、止まった、流し込んで勝ち越し神戸。セカンドボールにうまく反応しましたね広瀬。大木原のヘディングで、オフサイドのラインも気にしながら広瀬、タイミングで、いや倒れない、つながって右、武藤、中で山口、佐々木大樹、一つ飛ばして、お、山口、カウンター完結、1対3、まあ、入れ替わったりとかしてますので、佐々木大樹です。中で大迫と広瀬、ニアサイド、広瀬を使ってきた、おー、触った、セカンドボールを満田と茶島が狙っています。流れてきました、三田拾う、うー、いやー、いいシュートだった。アディショナルタイム6分が経過しました。試合終了、1対3、神戸2連勝です。